僕以外にもあの声が聞こえる人がいたなんて。僕があの声を聞いたのは今日が初めてというわけではなかった。あなたが声を初めて聞いた時のこと聞きたいわ。声を聞いた時のこと。僕が声を聞いたのは僕が中学の頃のことなんだ。ひでえな、お前やりすぎだよ。バーカ、お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声はチャイムの音に混じって聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いとは思わなかった。むしろ昔どこかで聞いたような懐かしい気がした。気がつくとその声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうであるなら私と話している君も幻なのかな。僕は僕だよ。それじゃああなたは誰？私か。私。その声は電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方駅の裏通りを走る都電の線路上でこのクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだよそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかったんだ。家へ帰ると僕宛ての手紙が届いていた。差出人不明の手紙の中には一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、まただ、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っているもう一人の君だよ。あれは僕がやったっていうの？君の力だ。目覚めつつある君の意志の力なんだ。もっと強くなりたいか？強くなれるの？君が望むのなら。僕が望むのなら。落ち着いて呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと深く、もっと深く。君は私となり、私は君となる。さあ欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに
耳を傾けるのだ。何？ねえ、どうしたら強くなれるの？どうしたら？ねえ、それがあの声を聞いた最後だった。そう、食事にしましょう。この店の食事は東欧の家庭料理をベースにしていると東子さんは言っていた。初めて食べる料理の味は、僕の口には合わなかった。肉の焼き加減が生に近く、あまり食欲をそそられなかった。やっぱり新鮮なものじゃないと辛いわよね。そうかな。東子さんはきっとこの味を知っていて僕をからかったのだろう。東子さんは食事をしないで飲み物ばかり飲んでいる。食事が済んで一息ついた時、東子さんは僕にこんなことを聞いてきた。学校のこと、家族のこと、そして、あなた、人を殺す夢を見たって言ってたわよね。うん。どんな夢だったのか聞かせてほしいの。うん。僕は話し始めた。人殺しの夢、赤い夢の話を。赤い夢。僕の記憶の中に眠っていた何かが呼び起こされる。あれは、そう、僕が中学生の頃に見た夢。どこかで何かよくわからない生き物のうなり声がしていた。そこで僕は自分の部屋のベッドで目を覚ましたんだ。僕が見たのは今話したような夢なんだ。でもその夢を見た日に学校に行ったら、夢に出ていた3人が殺人事件で死んだって、警察が来て学校中が大騒ぎになったんだ。あれ、本当に僕がやったのかな？僕、人を殺しちゃったのかな？その時、あなたの胸は痛んだのかしら？え？答えたくないのね。ごめん。謝ることなんてないわ。ねえ、私を見て。あれ、この目どこかで。私の目を見て。うん。まだ青いようね。青い？見つかったようね。え？出るわよ。ちょっと待ってよ。どこ？
こ行くの？ダメって、ついてきなさい。待ってよ、何があるの？狩りよ。狩り？これって、ここもおしまいね。行くわよ。日本刀？どこさ。間に合ったようだな。あの時、生かすべきではなかった。え？あっという間の出来事だった。自分が置かれている立場もよくわからなかった。でも、殺し合いするほどの対立関係なんて異常すぎる。それに、あの黒い服を着た男が引きずっていった化け物。だけどこの出来事は、僕の運命を左右するような物語の幕開けに過ぎなかった。僕がそのことを知ったのは、ずっと後になってからのことだった。